動画をご覧くださりありがとうございます。ナキです。ナキ、ついにオリジナルデザインでの切り絵依頼を受けました。今日はこの作品が完成したので注目してほしいポイントを3点紹介したいと思います。早速完成品がですね、こちらになります。じゃん。どうですかね。依頼してくれた方のご友人が就職するということで、このプレゼント用に作ってほしいと依頼を受けまして、ちょっと華やかな感じで作ってみました。注目ポイント3点。1個目がこのフクロウをモチーフにしたっていうところなんですけど、まあ、フクロウは縁起のいい生き物ってよく言われてると思うんですけど、まあ、フクロウをしないフクロウとか、福が来るフクロウっていうような当て字だったり、風水とか金運でもすごくいいって言われてるんですよ、フクロウは。なので、まあ、ちゃんともう一回改めて調べたりもして、フクロウを選びました。そして、2点目が、日本の伝統文化、組子に関わるお仕事に惹かれると聞いたので、背景の金色っぽい部分ですね、こちらに組子のデザインを取り入れました。知りながら、伝統文化ってなんとなくこう、古いものって今時じゃないとかって、こう別に組子だけじゃなくて、なんかこういろいろ言われたりとかあるかもしれないんですけど、なんかこう、なんていうか、和モダンみたいな。普通に今見てもかっこよくておしゃれだなと思いましたね。なんか組子の商品とかちょっと気になりましたね、作って調べてから。で、ここの真ん中、ここら辺ですね。ここは、あえて、切り残しを作ってるんですね。本当は全部がこういう線になるデザインなんですけど、切り残しを作ることで、未完成にして、伸びしろがあるとか、まだまだ成長できる、みたいな意味を、こう、込めてみました。はい。そして、3点目。3点目は、この羽の部分の、この丸。で、この丸は、単純なんですけど、そのまま、いいご縁があるとか、そういった縁を意味してて、組子のお仕事に携わるということで、縁の中から組子が見えるようにデザインしてるんですけど、組子が人生の中に入ってくることによって、また新しい縁、いい縁がたくさん舞い込んできたらいいなと思って、ここに組子が見える縁を作りました。で、こう、依頼者の方がその、就職のお祝いっていうことで、なんかたくさんこう、連想できるものがあって、就職祝いっていうことで、華やかな感じにしたいなとか、縁起のいいものにしたいなとか、なんかこう、自分で作りたい作品を作ってる時とはまた違うやりがいというか、そういうのを感じて、すごい楽しかったですね、作ってて。で、こういうような依頼だったりとかっていうのは、今後ちょっと考えていきたいなと思える作品になりましたね。もし興味がある方いましたら、Twitter の DM、YouTube のコメントをお待ちしておりますので、ぜひお声掛けください。時間の都合上ですね、大量に作るっていうことはちょっと難しいんですけど、何か求めてくださる方がいらっしゃったら、全力でお答えしたいなと思ってますし、何個か、このアニメ切ってくださいっていうコメントもいただいているので、そちらも、順に作っていくので、全然やってくんねえじゃんって思うかもしれないんですけど、ちょっとすいません、時間がかかっちゃって申し訳ないですけど、気長にお待ちいただければなと思います。ということで、今後もナキの切り絵制作、いろんな活動をしていきたいなと思っていますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで見てくれてありがとうございました。また次の動画もぜひ見てください。バイバーイ。